通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですねちょっとこちらね増刊号として取り扱っておこうかなと思いましてこちらね収録しておりますが、なんとですねあのスクエアエニックスがスイートベイビーインクのクライアント一覧から消えたということが大変話題になっておりますね。これはですねスクエアエニックスだけではなくって合計2社がこのクライアントリストから削除されています。で今朝出した動画これね偶然なんですよ。今回のねクライアントリストから消えているというのが発覚する前に作成したもので、まあくしくもですねこのスイートベイビーインクの CEO キム・ベレア氏とここで働いていたフリーランス橋本一馬氏の証言、これどっちが正しいんですかねという話をしましたが、もうまさにですねこれを象徴するような出来事となっているんですね。もうまさにですねこの答え合わせになっているように見えてしまう出来事なんですね。でこれに関してはですねダップアップ S さん早速ね報じています。スイートベイビーインクウェブサイトの顧客リストからスクエアエニックスを削除、ビデオゲームに目覚めた思想を広めることを目標とするビデオゲームコンサルタント会社スイートベイビーインクは自社のウェブサイトの顧客リストからスクエアエニックスを削除した。これまでスクエアエニックスは同社の顧客リストにおいて UBI ソフトとワーナーブラザースゲームの間にある2行目の真ん中に記載されていたということで、それがこれなんですけどね、これ過去のものですね。こちらね見えておりますスクエアエニックス、確かにねこの真ん中にいたんですよね。で UBI ソフトの隣にいるということで、まあ、非常に目立つ位置にいたんですが、今回ねこれが消えたというんですね。スイートベイビーインクはその後自社のウェブサイトの顧客リストを更新、スクエアエニックスはリストから削除されている。そしてこれとともに、これねちょっと読み方正しいか分かりません、メリアルもリストから削除されているということで、今回ですねこの顧客リストから削除されたのスクエニだけではありませんでした。こちらにね見えております、ここですね、ここねメリアルというゲーム会社も同時にね削除されているというわけなんですね。で実際ですねこちら見てみましょうか。はい、こちらですね、ほらいないでしょここ。そしてねここにいたそのメリアルも消えているんですね。で直接以前あったねスクエニのページに飛びますと、はいこちらね見えておりますが、つまりもうページ自体が存在しないんですね。スイートベイビーインクがスクエアエニックスを顧客リストから外した理由は不明だね。これあくまでも理由は分かっていません。だからこれをまだ隠しただけなんじゃないかと疑っている海外の2機は多いようですね。しかしスクエアエニックスの投資家は最近の収支報告の中で同社とスイートベイビーインクとの関係について質問した。でこれがね、まあ、株主総会で、まあ、どのようなやり取りがあったかというのを報告してくれてるんですね。この鈴木さんという方が、量から質への転換は個人的に嬉しい、今後いいタイトルが出ればいい、懸念しているのがカナダのコンサル会社のスイートベイビー、スクエニがクライアントとして記載されているが実際に取引があるのか、どういう取引か、今後も続けていくのか、まあ、こういう質問があったと。そしてこちら桐生さんの回答ですね、個別の取引先については具体的なコメントは差し控えたい、量から質への転換において確かな面白さの中にはお客様が安心して遊べるコンテンツを届けることも含まれる、ものづくりとしてきちんとやっていくというようなことで、まあこの時点ではねそれについてのコメントはできないよと言っているんですね。なんですが少なくともですねこの桐生さんがこれについて突っ込まれたというのは間違いないようですね。スクエアエニックスがクライアントとしてリストに乗らなくなった理由の一つは、同社が質の高いゲームを再び提供し顧客と誠実に関わっていくことを約束したためだと考えられます。でちなみにですねその後ね、まあ、言及されているんですが、以前ねこのチャンネルでもお伝えしました、ちょうどですね今朝の動画でキム・ベレア氏が出演していた YouTube のチャンネルありますね、これブラックガール・ゲーマーズと言いますが、ここもね同様のコンサル会社なんです。それがねこちらになるんですが、ここにもね同様のクライアントリストというのがあるんですね。するとはいいます、ここにスクエニはねここにまだね名前が載っているんですね。こちらはまだ消えていないということになっています。どうやらスクエアエニックスはスイートベイビーインクとの提携を解消したようですが、もしこれが本当ならこれは彼らにとって大きな勝利であり正しい方向への一歩となります。でこれについてはですねプクタも X でポストしているんですが、でもバンナムが浮き上がってきそうな雰囲気あるんだよね、まあ、これはまさに今朝の動画がそれを物語ってますね。株主総会で明るみになったのと UBI のやらかしが原因でしょうね。でこんな方もいますね、 IGN や他の DEI 啓蒙メディアがスクエニを攻撃しだしたら本物だと考えてもよろしいでしょうね、まあ、これは確かに一理ありますよね。 IGN がスクエニにちょっかい出し始めたらこれはもう間違いないでしょうね。これだけではまだ分かりません、契約は続けるがクライアントとしては表示しないでほしい、この願いを聞き入れただけという可能性もありますから、まあ、これは本当おっしゃる通りですね。やったー、スクエニがようやく気づいてくれてよかったです。こちらの方もそうですね、 IGN からのネガキャンが来れば確定ランプ、最近ですね、まあ、日本の方にもようやくね IGN がやばいというのが浸透してきましたね。コンコードの件とか見てみればポリコレアピールは現状のスクエニにはとどめの一撃になりかねないと、正しい判断ができたのだとしたら素晴らしい、直近で野村さんのインタビューが出たのはそういうこと、歯茎を見せるのはまだ早い、
ね、まだ油断するなよと。で、やっぱりね、海外勢はまだね、信じていないという方多そうですね。正直なところ、私はまだ彼らを信用していません。彼らのつながりを秘密にしているんです。信用するな。彼らはステルスモードに入っているだけです。彼らはそれを隠しています。戦い続け、ニュースを共有し続けましょう。スクウェアエニックスはこれを隠しているに違いない。彼らは DEI、ESG プログラムに感染している。ということでね、まあ結構ね、海外勢からは、まだまだ油断しちゃいけないよというような声が多いようですね。はい、ということで今回ですね、まあちょっとね、増刊号ということで、合計2社のゲームメーカーが、スイートベイビンクのクライアントリストから消えたという話題を見てまいりました。で、先ほど見ました通り、海外勢はですね、これほとんど信用していません。まあ実際ね、ブラックガールゲーマーズの方には、クライアントとして残っているんですね。ただまあ、その一方、このスイートベイビーにお願いしてね、契約は続けるけど、リストからは削除してくださいとお願いしたっていうのは、まあ少なくとも日本人的な感覚で言うと、ないんじゃないかなっていう気はしてしまいますよね。どうですか皆さん。だってこれでもしスイートベイビーと関わっていました、これが後からバレたらもう取り返しのつかないぐらい炎上しますよ、まあ、そんなリスクを取るとも思えないんですよね。どっかからバレそうでしょどうせ。だからそれを考えると、まあ普通に考えたらね、まあここでね言われていましたあの2社に関しては契約を終了したんじゃないかなというように思ってしまいますよね。ただもちろんこの後すぐあのスペシャルクライアントみたいな感じでね、より大きくなって特別扱いでスクエニが表示されるっていうこともありえますからね。ちょっとわからない、何が起きてるか。まあその時はねまた取り扱うと思いますが、そして今回のこの話題、今朝の動画と対比すると面白いでしょう。スイートベイビーインクの CEO は、企業はね私たちを歓迎していて何ら問題ありませんよと、いろいろなことをねネットで言われるけど何にも影響ありませんよと言っていた。そして一方、そこで雇われていたフリーランスはスイートベイビーっていうだけで自分を雇うことに難色を示すんだと言っている。どっちが正しいんですかって話です。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は本当に本当に以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。